湘南駅は埼玉県上尾市大和原市にある埼玉新都市交通稲線の駅である。駅番号は NS08 相対式ホーム2面2線を有する高架駅。改札は大宮寄りにある。丸山駅南側で上越新幹線と東北新幹線が立体交差で分岐するため、丸山駅北側から原始駅北側まで上越新幹線の高架が 上下線で独立している。東北新幹線の高架を間に挟む、ニューシャトル最後の駅でもある。途中駅の中では、地上からホームへの高低差が最も高いことから、2004年にニューシャトルの途中駅で、初めてエレベーターが、上尾市のバリアフリー政策により設置された。2016年度の1日平均乗車人員は1944人で、ある。 近年の1日平均乗車人員は、下表の通りである。旧原子町の中心地であり、ニューシャトル開業前から原子署や商店、都市再生機構原子団地などの住宅街、埼玉県立上尾湘南高等学校が所在し、上尾駅東大宮駅間の路線バスが運行されていた。丸山駅との間の北側に、湘南の由来となる原子沼川と原子沼があり、 原始沼から原始駅にかけて高架沿いに並木道が整備されている。1997年に駅西側に位置する埼玉県道5号、埼玉勝武線、第2産業道路に向けて都市計画道路湘南駅停車場線が整備され、駅前に大型スーパーとドラッグストアが出店するなど、入社途中駅の中では駅前が開けている。2010年には、 土地区画整理事業により東側にロータリーが整備され、上げをしない循環バスぐるっとくんとタクシーの乗り入れが開始された。西側には新幹線に給電する JR 東日本、新大宮変電所や、栄北高等学校の野球場がある。朝日自動車、東部バスの湘南駅前停留所は、西側の湘南駅停車場線沿いに設置。ありがとうございます。